どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく美術の解説していきますんで、最後までご視聴お願いいたします。では今日のご紹介する絵画はこちら、かけつばた図屏風です。いやー、とうとう来ましたね、日本画。私は描くのも見るのもどちらかというと西洋画の方が専門なんですが、でももちろん日本画も大好きで、そんな中でも特に好きなのがこのかけつばた図屏風なんですね。美しすぎると思うんですけど、日本画をするんだったら絶対この絵を一番最初って決めてたんですよね。ただこの絵に関してちょっと残念なお知らせがあって、このかけつばた図屏風っていうのは東京の根津美術館ってところに所蔵されてるんですね。で、毎年かけつばたが咲く時期だけこの屏風絵を見せてくれるっていう公開スタイルをとってるんです。そして今年2020年の開催は4月18日から5月17日の1ヶ月間なんです。あ、ちょうど今だって思ってたんですけど、なんとコロナで中止、あと1年見れなくなりました。というわけで、現地に行っても見られないこのかけつばた、せめて動画で楽しんでいきませんか。ただの風景画だと思うなかれ、この絵に隠された物語は何なのか、私と一緒に見ていきましょう。それでは今日も元気に美術トラベル。ではこの絵は江戸時代の中期に活躍した尾形光琳のかけつばた図屏風です。本来は横に並べてこうやって展示する屏風なんですが、まあそうするとちょっと画帳ちっちゃくなっちゃうので上下に表示させてもらいますね。下に来るのが左、上が右に来る部分です。ほんでこの絵ってパッと見でもいいんですけど、めっちゃおしゃれだと思いませんか？なんかとってもシンプル で使われている色も基本的に3色で、まあ、絶妙に何も描かれてない空間があったりとかして、なんかこう洗練されてるっていう感じがするんじゃないかなと思うんですよね。こういう類稀なおしゃれ感覚を生み出せるのが尾形光琳っていう人なんですね。でそもそも光琳が出てくる頃っていうのはちょうど日本の美術界が大きく転換する頃だったんですね。江戸時代に入る前って日本は長らくの戦国時代と、まあ、天下統一の織田信長、豊臣秀吉の2人が出てくる安土桃山時代を経てようやく江戸時代に入ってくるんですよね。でそんな時に彼らの芸術として絶対的な地位を誇ってたのが狩野派って呼ばれる人たちなんです。やっぱり戦国時代、安土桃山時代では他の武将たちよりも自分の方が権力があるってことを誇示しないといけないですよね。そしたら自分たちのお城とか自分たちのお屋敷もお花畑を描くんじゃなくって、こんなのがいいでしょう。これが狩野派、バーンって感じですよね。こんなのに囲まれて暮らしてるとなんかその人自身も強そうでしょ。でも徳川家康が天下を統一した後は戦国時代の様相が影を潜めて日本は平和になったんですよね。もう戦国時代みたいに権力争いないんです。そうなった時にこんな絵っていります？もう誰かとの権力の背比べはおしまい。そして政治が安定してくるとどんどん豊かになってくる町人たちもいるので、町人たちにも文化ってものが広がっていくんです。例えば源氏物語を習ってみたりとか、茶道に行ってみたり、行動を習ってみたり、洗練された文化を彼らは求めてくるんですね。そんな時に彼らが求める美術っていうのはやっぱりこれじゃないですよね。そして出てくるのが尾形光琳だ、琳派って呼ばれる人たちなんですね。まあ、京都で活躍した彼らは平安時代から都があって文化的蓄積がある目の肥えた京都の人々を相手に新しいスタイルを持ってどん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 彼らに作品を提供していくんですね。そしてその一つがこのかけつばた図屏風に結実するんです。この絵を見るとあー美しい風景だなーと感じられると思うんですね。もちろんその通りと、とても美しい絵画なんですが、でも実はこの屏風絵はただの風景画ではないんですよね。この中に物語があるんです。それは伊勢物語、つまりこの絵は伊勢物語を知らないと味も半減してしまうような絵なんです。なのでここで簡単に伊勢物語のお話をさせていただきますね。伊勢物語っていうのは平安時代初期に書かれた一人の男の一代記っていう形をとってる歌物語なんですね。で、歌物語っていうのは和歌とそれに関するお話を組み合わせて物語構成する読み物のことなんですけど、まあそんな感じで作者は紀貫之って言われることが多いんですが、まあそれはまだ決定的ではなさそうですね。さて主人公は容姿端麗で自由奔放な在原業平。
で、彼っていうのはめっちゃイケメンだったので、関係を持った女性は3000人以上っていう驚異的なチャラさなんですが、主に恋愛遍歴を軸に話が繰り上げられていくんですね。この物語もかなり長編なんで、とりあえずこの絵に関わるところまで行こうかなと思うんですが、それは125段あるうちの第9段、吾妻下りの中の八つ橋っていう場面なんです。この男はずっと京都に住んでいて、なんだかんだ暮らしてるんですけど、突然ね、京都では自分が人に求められてないかもしれない、東の方に安住の国を見つけようって言って、何人かの友達を連れて出かけていくんですね。そして三河の国の八つ橋、今でいう愛知県の東部なんですけど、そこに雲の足みたいに川がいくつも分かれてて、橋がいっぱいかかってるところがあったんですよ。そこを八つ橋っていうそうなんですが、そこにちょうど到着した時にたまたま柿つばたが咲き誇ってたんですね。なので少し休憩しようかってことで、水辺のほとりの木陰に降りていって、そこでお弁当を食べることになったんです。そしたら柿つばたを見てた友人の一人が成平に、柿つばたっていう5文字を歌の1文字目に据えて旅の心を読んでくれませんかって成平に言ったんです。成平は歌の名人だったんですね。そして成平がいいよって言って読んだ歌が、カラコロもキツツナレにしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思うっていう歌だったんです。これは文字にすると分かりやすいと思うんですけど、57577の一つ目に全部かきつはたって入ってますよね。こういうのを折り句っていうあの技法なんですけれども、それで上手にあの成平が呼んでくれたんですね。でこれの意味は、何度も来て身に馴染んだカラコロモのように、長年慣れ親しんだ妻が京都にいるので、その妻を残したままはるばる来てしまった旅のわびしさをしみしみ思うことですっていう歌なんですね。で、私はこの歌もすっごく好きで、なんかこう技法があるんですってね。きつつ慣れにしの慣れっていうのが、例えば着慣れた衣の慣れと一緒にいるのに慣れた妻の慣れがかかってるとか、妻しあればっていう、つまりは服の裾である妻と自分の妻って言葉がかかってるんですね。まあこんな感じの上手な句なんですよ。そしてそれを聞いた友人たちも、京都に残してきた大切な人を思ってね、広げたお弁当の上に涙を落として、今までカピカピになったご飯を食べてたんだけど、その涙でご飯がふやけてしまったっていうお話なんです。なんかちょっとセンチになる歌ですよね。そしてこの絵がそのシーン、八つ橋の光景なんです。柿つばたしか描かれてないんですけど、このシーンは八つ橋のものとして知られてるんですね。でそれは光琳の描いたもう一つの柿つばた、こっちをご覧いただくともうちょっとわかりやすいと思うんですよ。これは最初に私がお見せしてた柿つばた図屏風の描かれた10年後にもう一回描かれた柿つばたの絵、八つ橋図っていう屏風絵なんです。でこれをご覧いただいたらお分かりのように、柿つばたの群生の中に橋が描けられてますよね。これが本来の八つ橋の光景なんです。でここの手前で腰を下ろして京都を思って男たちが涙する、そんな郷愁の情景なんですよね。まああえて人物を描かないことによって、静寂だったり孤独感だったり緊張が走るような存在感があると思うんですね。そしてこの柿つばた図屏風では、その橋すら取ってしまうんです。まあある種同じような柿つばたのリズムが心地よくって、まさに洗練されたデザインに出来上がってますね。今私たちが正直見ても、伊勢物語ってあんま読んだことないから、なんとなく風景画のように見えてしまうんですけど、伊勢物語っていうのは当時のベストセラー小説なんですね。なのでやっぱり学がある人が見たら、あ、これってこのシーンなのかなってやっぱ思うんですよ。そしたらこの絵を見た多くの人が、あ、有原の成平の人生ってこんなんやったよなって言って、おそらくこの屏風を愛したんでしょうね。いかがでしたでしょうか。この柿つばたにこんな物語があったって皆様ご存知でしたか。実はこの柿つばた図屏風についてはまだ話したいことがあるんです。なのでこのチャンネルで初めて2日連続同じテーマで作品を掘り下げていこうと思います。明日のテーマは、いかにこの柿つばた図屏風が計算されて書かれてるかです。ではこのチャンネルでは絵画、美術館、展覧会などいろんな話題をお届けしてます。動画の投稿は毎日夕方6時となっておりますので、楽しみにしておいてくださいね。あとチャンネル登録、コメント、高評価、泣いて喜びます。もっともっといい動画上げていきますので、応援よろしくお願いします。では明日のこのお時間にまたお会いしましょう。
バイバーイ。